皆さんこんにちは。この番組は和歌山県に住む夫婦が紀伊半島の滝を訪ね歩くという番組であります。紀伊半島は山あり谷あり、本当に不思議な滝が多いのであります。そんな夫婦で訪ねる滝修行の旅、もちろん滝に至れはしませんが、それと同じ効果があると信じています。いつも大上チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。滝好きの方、楽しめるようなチャンネルを目指しています。今回の滝は和歌山県有田郡有田川町田住にある姥ヶ滝であります。姥ヶ滝の伝説。その昔、滝のそばで老婆が一人暮らしていました。この辺りの村人たちは重い年貢に苦しんでいたと言います。それで村人たちはこっそり滝の上に田を作っていたのであります。いわゆる隠し田という年貢逃れの田んぼであります。ある年、役人が訪れ、この辺りに田んぼはないだろうなと聞くと、老婆は村人たちの暮らしを案じ、ありませんと答えました。老婆のその一言で隠し田は見つからず、辺りの村人たちは胸をなで下ろしたと言います。数年後、再び役人が来た時、滝壺を流れる一本の藁に火がついたのであります。役人は老婆にその藁を見せつけ、激しく問い詰めたと言います。しかし老婆は涙ながらに、田んぼなどありませんと言ったのです。役人は滝の上に登って行き、とうとう隠し田を発見したのでした。役人は怒って、その場で老婆の首をはねてしまいました。隠し田の責任をすべて背負って命に変えたのでした。それを知った村人たちは涙を流して老婆に感謝し、祠を建立して霊を慰めたと言います。それ以来、この滝は姥ヶ滝と伝えられ、滝は人々の涙のように流れ落ちていると言います。それでは姥ヶ滝、ごゆっくりお楽しみください。人参であります。若田ぶりの滝修行の旅、滝久しぶりに来たのであります。列車も日が暮れかかっていますが、最後の仕上げ、滝を見て帰りたいと思います。この時期、水は少ないと思われます。音が聞こえてきました。滝の音、酒田ぶりであります。なかなか姥ヶ滝であります。よいしょ、やっと来ました。やっぱり水量は少ないけど綺麗なのであります。なるほど、これは美しい姥ヶ滝であります。これは美しいのであります。本当に
岩ヶ滝であります。有田川町ということで、一人の老婆、県知に来た役人の、これを、家の出来が悪いと訴えて、免れたということであります。本当に、本心に、滝壺の前にでも小さな畑を作らな、田んぼを作らなければならないということ。それがこの村の貧しさを物語っています。この乳母に感謝して霊を弔ったので、以後この滝を乳母ヶ滝というのであります。こちらの村社殿、立派な乳母ヶ滝の社殿でありますが、本当にこういうところに滝の前、祈りがこの辺りで皆さんが祈りを捧げたというのでありましょうか。ということで、こちらの方、立派な滝であります。ちょうどあそこに祠、石が、霊石でありましょうか、石が祀られています。滝壺もわずかながらにあります。2層の滝壺を有しています。さあ、もだいぶ傾いてきましたので、そろそろ早めに切り上げたいと思います。じゃあ、乳母ヶ滝であります。最後は乳母ヶ滝に寄って帰るという、このようななかなか一生乳母ヶ滝であります。川のようになっておりますが、段差もあります。まだまだこちらの方、本当に険しいところであります。ちょうど崖っぷち、この崖っぷちにこの滝は存在するのであります。それでは、お前の親父、かなり本日試合を出しました。坂田ぶりに滝も取れたというわけであります。この夏は暑かったので、滝をなかなか行くことができませんでしたが、本日乳母ヶ滝の滝の前に来ると、スーッと体が冷やされていくようにクールダウンであります。滝修行の旅、久しぶりに滝を堪能いたしました。よいしょ、乳母ヶ滝の鳥居をくぐります。奇跡、乳母ヶ滝であります。乳母ヶ滝を後に帰るのであります。あ、涼しい、めっちゃ涼しい。風がいかがでしたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは紀伊半島の滝を中心に夫婦で訪ねる滝動画をアップしています。また熊野古道講座も開設していますので、よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。コメント、リクエスト、評価をお待ちします。それでは次の紀伊半島の滝でお会いいたしましょう。さようなら。